て、はい、着きました。着きました。すごい。なんと初成田空港です。俺も初です。皆さん 初ではないですよ。ゆかりさんだけですか。初めてね。私はありますよ、来たこと。いや俺海外行ってみたいな。僕初ですね。いいな。これでゆかりで覚えましょうね。違うよ、これ白熊だよ。君たちはそれで捉えるんだ。しかも 3C だよ。 3C、 おい、カレーをスパイスから作る人、カメラマン、クリエイター、クリエイター。はい、着きました。おめでとう。暗い暗いぜ。ありがとう。では中に行ってみましょう。いや、いいですね。家族で乗ってます。私たちは家族で乗ってますね。羊のシャン2人です。すげー柔らかいね、これ下。到着便のご案内が。誰の言うてんの。近い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 ね、近いね。近い。嬉しい。悪くはないよ。大丈夫よ、皆さん。最高か。どうですか、心境は。嬉しいです。嬉しいです。頑張ってください。成田は甘くないあれだね、意外となんか狭いね。でもね、第一第二だとめっちゃ違うかった。あ、そうなんだ。なんか水族館みたいなあったりする。ペンはどれだ。何時の便だ。あ、ゆかりマニラの便乗れよ。乗りたい。マニラ行きたい。行きたい、ね、マニラはね、ローズマリー連れてったほうがいい。お母さんね。私も行くって言ったマニラってフィリピン。そう、マニラフィリピン。マニラにある。そう、外に行くのね。うわ、広っ。やばい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 。顔が。え、なにさっき第3ターミナルじゃん。ターミナルはなんかすごい、りょうちゃん神々しい。本当だ、神々しい。ここに書いてあった。間違えた。ターミナル間違えたってこと今。間違えたのか。実は間違えた。俺らこんなにスタッフは進んでるけど間違えたってこと。 J3 じゃん。で、大丈夫、写真撮る。全然大丈夫。これ、サムネで使おう。かっこ悪い。かっこ悪い。これサムネですか。かっこ悪い。何階ですか。2階。これはもらっていくぞ。バイバイベンちゃん。ゲイ。カードをタッチしてください。あ、帰り。あ、トイレ行くの。どれに乗るの。第3ターミナル。第3か。え、お前おしっこしたいの。そうです。え、今行ったじゃん。今行ったじゃん。今行ったやん、おしっこ。いてくれば。いや、まだね、まだだ。もう初めて来た成田空港。よくわけわからない。確かに。りょうちゃん、ちょっと同業者後ろにいて気まずい。でも負けてないから大丈夫。おい、ショーン、ショーン、そんな歩き方するな。そんな歩き方しないな、ショーン。よし、到着ね。レゴかな。ん、レゴ。これ、あ、これか。お前、ジェットスターなの。うん、ジェットスターですね。やってごらん。早すぎる。ご案内に行ったね。ちょっと時間早いよね、多分ね。ちょっとね。でももうほら掲示板に載ってたから。ああ、そっか。じゃあいいのかな。初海外っていうことで、迷ってますね、手続きに。ご案内に行ってます、ね。うん、ご案内に行きます。どう、分かった？分かんねんかい。え、レンちゃん来てるね。レンどこ行った？今弟たちは並んでいます。並んでいます。もう並んでいるっていう事実しかわからない。扱
くて私の服着せました。ちゃんちゃんこちゃんちゃんこちゃんちゃんこ着てる。ちゃんと乗せてね。ちゃんちゃんこ乗せるわ。軽くねご飯食べていこうと思います。いいですか。5時をもちまして全てのご搭乗手続きを締め切らせていただきます。 OK です。 OK です。まだご搭乗手続きは踏み台だよ。スティングジャパンよりご案内いたします。いやこれうまそう。これ餃子うまそうじゃん。あれえ本当だ。あれうまそう。やみつき餃子だからやみつきになっちゃう。単純やな。あれラーメン屋さんっぽくない。あれラーメン屋さん、ね、あれラーメン屋さんっぽいよ。でも結構めっちゃ広くない。めっちゃ広いね。なんか気づかなかったけど、うん、この辺うまそうじゃん。ほら寿司最後食うかなあいつ。1回430円。穴子で430円。やば本当だ。やべえな。こっち行くとですね、こっちフレッシュネスバーガーですね。こっちはね長崎ちゃんぽんとうどん。あっちは長崎ちゃんぽん。あれさぬきうどん送るの。ちょっと反射して見えないの。さぬきうどん、うん、俺らこう変わった帽子をね今2人で被ってるんですけど、めっちゃ帽子見られるね。やばい帽子見られてる。変なのかな海外の人から見たら。そうそうそう、ね、外国の方が多いから。日本の人から見ても変なの。変なもんね。めっちゃ見られるもん。変な帽子。なんか食べる。うん、餃子。餃子ね。あれ食う？いいじゃん、さっきの餃子。いや、揚げ物飯にしようよ。私餃子。一緒に行こうよ。量は俺もそこで。え、いいの。あ、俺もそこ一緒にしなくてもいいんだよ。いや俺の意思だから。OK?OK?OK? I believe future go。 めっちゃ面白い。これがいいな。あ、こっちはエビシューマイもあるの。あれ美味しそう。じゃあちょっとご飯の方選んでいきます。これカエル化現象だ。何？カエル化カエル化。あの迷った挙句餃子の食べ比べをね行うことにしました。これでよろしかったですか。じゃあ食べましょうか。どういう時間どっちが美味しいかな。じゃあお酢でいただきます。こっち行こうか。でこっちの餃子。いいよ、栗食べる時でなんかね、うん、もう寝たいね。なんか朝に行った時にもあの料理渡すの。2回分が、あるよ、2回分はあの暑い家にあるやつ。ちょっと暑い。45g くらい。44g くらい。44g くらい。こっちは美味しいね。うん、こっちは美味しいね。うまい。よし、お腹すいた。今餃子足りなかったか。なんか食べる。まあ時間あるけどさ。食べたいけど待ち時間長くて。何時に行くの？何時に行く？ああもう時間ないわ。帰り道になった。オッケー。ミシミシ。これ何ドル？何これ？50ドルか。5000円ってことか。どれが5000円？これ。これ？すごい。すげえなんか人生ゲームのやつみたい。レンをね、人気にしよう。レンちゃんを人気にしよう、大作戦。はい、つまりどういうことですか。お母さんが言ってた、ポケモンを身につけ。そうだね。アニメーションね、アニメーション。ピカチュウとか、待って、これ当たったんだ。そう、これが当たった。結構他のやつ分かるのに、これだけ分かんない。ダルマッカ、ダルマッカ。私もこれ当てよう。いや、やっぱりさ、ピカチュウとかさ、ピカチュウ。人影とか、やっぱその辺、オーソドックスなやつ行きたくない。今ね、外人さんが呪術回戦。何ぐちゅぐちゅしてるやん。ガジラだったらもうやめよ。あ、あちゃも。いや、言っちゃうかい、先に。レンちゃんを人気者にさせよう、大作戦。涙が届き出るんだな。ちょちょ、ちょ、これ人気者だよ、これで。ポケットモンスター、ポケットモンスター。いい、オッケー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 。来た。これ、地理覚えられるね、これでね。成田、名古屋。これ沖縄だね。こっちが国内線だね。あっち国際線だ。
1位って何回言われたら、なんか頑張って。いけた？いけないっすね。何だった？ 7.5 っすね。で、さあ、いよいよ出発でございますね。国際線。ここでは、さまざまな出会いや別れがあります。そうなの、さまざまな出会いや別れがありますが、やはり出会いがあるから別れがあるから、別れがあるから出会いがある。そんな場でございます。じゃあ頑張って。バイバイ。お、行けたか。バイバイした。はい、さよなら。いってらっしゃい。はい、さよなら。はい、帰りましょう。現在ですね、駐車場迷子になっております。捜索ですね、車をね。こんなとこ通ったっけ。通ってないよね。I don't know. I don't know. OK, OK.プーマン。おもんな。行くよ、もう一個。はいはい。ジャガー。ボストンバッグ、今日100均で南京錠買ったの、でボストンバッグにつけたんだけど、ボストンバッグの鍵の番号を設定したやつと違くて開かない。今何、それでちょっと何、出国手続きは多分大丈夫だと思うけど。うん。天才だ、あいつ。ほらね、トラベルだらけでしょ。トラベルだらけ、まあ、トラベルだらけだよ、トラベルは。トラベルだらけだよ、トラベルは。恥ずかしい、恥ずかしい。あっとお腹空いていたようで。そんな食べてない。2分ぐらいで。そんな食べてないね。2分ぐらいでこれだよ。ずっと運転ありがとう。こちらの中東のドライブいただく前に最後締めさせていただきたいと思います。本日は長いの前に伝えていただいて誠にありがとうございます。弟がオーストラリアに行ってしまったということで、まあね、日本からしっかり応援せず、この YouTube でね、僕たちの周り、そしてこの日本の、ね、現状をね、弟にも、そしてオーストラリア、いや世界中の人にも、ね、伝えていけるように頑張っていきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。